過去の歴史を紐解いてみると、戦場において最も威力を発揮したのが飛び道具です。中でも弓矢は旧石器時代から用いられ、野戦、籠城戦、奇襲戦とあらゆる局面で活躍する万能な武器でした。とりわけ今回ご紹介する和弓は日本で独自に進化を遂げ、恐るべき武器として活躍しています。なぜそれほどの威力があったのか、その秘密を史実に基づきながらお伝えしたいと思います。西洋の洋弓と日本の和弓の違いとは、洋弓と和弓、これらは形こそ似ていますが、全く別物だと考えていいでしょう。それほど特性が大きく違いました。まず西洋で用いられた洋弓の場合、大型のロング棒、長さが短いコンポジット棒、さらに横向きにしているクロス棒などの種類がありました。時代や地域によって異なりますが、独自の進化を遂げたようです。一方和弓は西洋のロング棒に形状が近く、その長さは2メートル以上あるのが普通でした。さらに弓の持ち方も違っていて、西洋では弓の真ん中付近を持ちますが、和弓ですと下から3分の1あたりの位置を握ります。なぜ下の方を持つのか、それは矢を放った後、反動を軽減する効果があるからです。それほど和弓は威力があったということでしょう。ちなみにロング棒の最大射程距離は300メートル、有効射程距離は150メートルとなっていますが、和弓の場合、最大射程距離は450メートル、有効射程距離に至っては300メートルとなっています。なぜそれほど威力に差があるのでしょうか。その秘密は材質にあります。ヨーロッパで用いられる弓は主にニレや一位の木から作られますが、加工や曲げが容易な反面、硬くて耐久性が低いというデメリットがありました。それに対して和弓の場合、強靭な竹を使用しています。軽くて加工しやすく、しかも柔軟性に優れており、曲げても簡単には折れません。また反発性が非常に高いため、弓の材質として適していました。さらに同じ形状の竹を何枚も重ねることで恐るべき威力を発揮したんです。ちなみに弓の素材となる真竹ですが、ヨーロッパや北米では全く自生していません。日本で和弓が発達し普及した背景にはそのような事情があったのでしょう。モンゴル兵が恐怖した和弓の威力とは。次に和弓がどのように作られたのか、その歴史と工程を見ていきましょう。古くから丸木弓という弓が存在しますが、これは桑やハゼの木などから作った単一素材の弓でした。やがて平安時代中期に武士が台頭してくると、丸木弓の外側に竹を貼り付けた伏せ竹弓や3枚の竹を貼り合わせた3枚打ち弓など、威力の高い弓がどんどん登場します。まず弓に用いられる竹には条件がありました。3年もので曲がりが少なく、しかも傷がないこと、さらに太くて頑丈なものが選ばれたようです。ただしすぐに使えるわけではありません。切った竹を日陰で数ヶ月間乾燥させた後、油抜きを行います。油抜きした竹を1週間ほど天日干しすると、その表面は肌色になって白竹が完成します。ついで別の白竹を準備し、これを1年以上いぶすことでスス竹となりました。そしてスス竹を内側に、白竹を外側に貼り合わせることで凄まじいまでの強靭さが生み出されるそうです。戦国時代になると材料となったのは竹のみではありません。内竹と外竹の間にハゼなどの材料を挟むことで、さらなる飛距離と威力を得ることができました。このような弓を肥後弓と呼び、和弓の完成形となっています。さて、弓作りの工程はまだまだ終わりません。次に待つのが竹合わせです。相性が良さそうな内竹と外竹を選び、これを3、4枚重ねて貼り合わせます。当時は接着剤などありませんから、鹿の皮を溶かして作ったニベという液体を使用しました。そして部材を組み合わせた後、弓全体を紐で固く縛っていきます。さらに竹の楔を100個以上も打ち込み、和弓独特の曲線を生み出しました。最後に弓全体を水で濡らした後、炭火で5分ほどじっくり炙ります。そのような作業を何度も繰り返すことで、弓独特の反発力が生まれるんです。こうして和弓は完成しますが、短くて数ヶ月、長ければ1年近い歳月を費やしたといいます。その強さの裏には弓職人たちのたゆまぬ努力があったのでしょう。そして和弓の究極形となるのが繁藤の弓です。これは弓の幹に黒漆を塗り、上部や下部に籐を巻くことで強度をアップさせたもの。その針の強度は五輪針と言われ、現在の弓道では絶対に引けない針の強さでした。また矢の初速は200キロを優に超え、鎧を軽くぶち抜く威力が出たそうです。
鎌倉時代中期に起こった元寇の際、博多湾へ上陸した元軍たちもきっと驚いたことでしょう。鎌倉武士たちが放つ矢はこちらの射程の倍以上、さらに恐ろしいスピードで降り注ぐため、盾で防御しようが意味をなしません。次々に矢の餌食になっていったと考えられます。93歳にして関ヶ原で戦った弓の名手とは。さて、日本の合戦史を紐解くと弓に関する様々な逸話に彩られています。ここからは弓を自在に操った歴史上の人物たちについてご紹介していきましょう。まずは戦国時代に名手として名を馳せた大島光義という武将です。もともと美濃の斎藤氏に仕えていた光義は、敵味方が称賛するほどの腕前を持っていました。やがて光義の名は織田信長の耳にも届きました。早速信長は光義をスカウトしますが、この時点で光義はすでに60歳近い年齢となっていました。当時としてはかなりの高齢ですが、それでも信長は光義の腕に惚れ込んだのでしょう。確かに光義は年を取っていますが、矢を射れば100発100中、その動きの若々しさは年齢を全く感じさせません。信長もまるで雲を突き通すような働きだと称賛したそうです。ちなみに彼が持つ弓のテクニックは正確無比な精妙さだけではありません。時には二人の敵を一気に倒したり、樹木の陰に隠れた敵をそのまま貫くこともあったようです。つまり剛力ぶりも凄まじかったわけです。後に光義は豊臣秀吉の甥、秀次の家臣となっています。ある時弓矢での余興を命じられると、高さが46メートルもある八坂の塔に向かって次々に矢を射るという技を披露しています。ただし普通の射芸ではありません。八坂の塔の最上階には窓があり、そこへ10本続けて射込むというもの。ただでさえ下からは見にくいのに、とても常人にはできない芸当でした。しかし光義は10本中10本すべてを窓へ放り込み、これには秀次も喝采を送らずにはいられなかったようです。そして関ヶ原の戦いの直前、光義は徳川家康が率いる会津遠征に付き従いました。すでに93歳という高齢になっており、体力的にも相当の負担があったはずです。さらに下野から美濃へ赴いていますから、2ヶ月以上も移動を繰り返したことになります。年齢の割に恐るべき体力だと言わざるを得ません。やがて関ヶ原で東西両軍の決戦が勃発。光義は東軍の先頭になって活躍し、自慢の弓で多くの敵を倒したと伝わります。93歳を超えてもバリバリの現役兵士だったなんて恐るべき人物ですよね。人間離れした豪遊ぶりを発揮した弓使い。次にご紹介するのは平安時代末期に活躍した源為朝という武将です。その活躍ぶりは軍記物語で語られているためかなり誇張されていますが、それを抜きにしても凄まじいの一言でしょう。まず身長は2メートルを軽く超え、もともと左手の方が右手よりも12センチほど長かったといいます。つまり生まれつき矢を引くのに適した体つきだったわけですね。また凄まじい怪力の持ち主で、愛用していた弓も普通とは違いました。弓の長さは2メーター50センチを誇り、時にはそれよりもさらに長い弓を使うこともあったそうです。もちろん針の強度も凄まじかったそうで、大人5人でようやく引けるほどの強さがあり、為朝はこれを片手で軽々と引いていたそうです。そして1156年、都で保元の乱が起こります。この戦は、崇徳上皇と後白河天皇の兄弟が対立したことで起こりました。為朝は父親と共に崇徳上皇方に味方し、後白河天皇の軍勢を迎え撃ちました。自慢の弓に長い長い矢を継がれた為朝は、恐ろしいまでの怪力で次々に矢を放ちます。すると、うなりを上げて飛んだ矢は敵の武者を射抜き、後方にいた者の鎧を貫通しました。さらに為朝がいた場所から100メートルほど離れたところに宝生権現の門があったのですが、ここへ為朝の矢が命中、なんと16センチの厚さをものともせず門を貫いてしまったそうです。この戦いで敗れた為朝は流罪となって伊豆大島へ流されますが、彼の伝説はまだまだ終わりません。島の代官の娘をめとった為朝は実力で周辺の島々を支配下に置き、自らの武威を近隣に見せつけました。この事実を知った朝廷は驚き、早速討伐軍を送り込みます。こうなると多勢に無勢、さすがの為朝も大軍が相手では分が悪いと思ったのでしょう。生き恥を晒すよりはと自害を覚悟しますが、なぜか途中で思いとどまりました。そしてこうなったら一矢報いるのみと決意し、討伐軍を迎え撃ったのです。
さて、敵が300ほど乗った船が近づいてきました。すると、ためともは、自慢の弓に矢をつがえ、渾身の力を込めて放ちます。たちまち矢が命中し、あっという間に敵船は沈んでしまいました。たった一本の矢で、大型船が撃沈されるなど、聞いたことがありません。さながらためともの矢は、現代の対艦ミサイルのようなものでしょう。そんなためともは、自害したとも、脱出したとも伝わりますが、琉球王の祖となった春天王が、ためともの子だと伝承されていることから、もしかすると沖縄へ渡ったのかもしれません。こんな使い方もあった和弓の様々なバリエーション。和弓は単に戦闘で用いるだけではありません。歴史や記録を紐解くと実に様々な使い方が知られています。まずご紹介するのは兜矢というもので、これは兜の形をした矢尻を先端に取り付けたものです。これ自体は殺傷力がなく、ヒューと甲高い音を出す笛が付けられており、これで敵を驚かせたり、今から攻めかかるぞという合図をしていたわけですね。また矢が放つ大きな音は邪気を払うと信じられていて、正月飾りに兜矢が備えられていました。そして和弓の長大な飛距離を生かしたのが矢踏みです。これは合戦中、敵との連絡方法として用いられ、矢に手紙をくくりつけて放ちました。矢踏みを用いた武将として有名なのが武田信玄ですが、この方法で幾度も敵に降伏するよう勧告しています。例えば、駿河の深沢城を攻めた際、城主北条綱重にこのような矢踏みを送りつけました。上杉謙信が小田原城へ攻め寄った時、誰が助けたと思ってんだ。わしら武田軍じゃないか。その恩を忘れて牙を剥くとは、ひどすぎるとは思わないか。でもこうなった以上は白黒はっきりつけよう。さっさと城を出て、お前らの大将を呼んで来い。小田原まで手出ししないから、とっとと去るがいい。要約するとこんな感じですが、深沢城を攻めれば、こちらの損害も馬鹿にならないため、あえて城から退去するよう勧告したわけですね。また和弓にはこんな使い方もできます。1584年、羽柴秀吉は天下取りを目指す一環として奇襲攻めを命じました。総大将となったのが甥の羽柴秀次です。一方敵の軍勢はこれを迎え撃たんと泉まで北上して3つの砦を築き、強固な防衛線を構築しました。その中で最も重要だったのが最前線を守る戦国堀城です。秀次は総攻めを命じて攻略に取り掛かりますが、実は数千丁に及ぶ鉄砲が城に備蓄されていました。その様子は、城内より鉄砲を放つこと、駒を巻くがごとしと表現されたほど、凄まじい射撃が羽柴軍に襲いかかりました。攻撃が失敗する頃には数千人の兵を失ってしまいます。これを見た秀次は正面突破は無理と見て、配下の伊賀衆に火矢を放つよう命じました。火災を起こして混乱させることが目的ですが、これが思わぬ効果を発揮します。城内には鉄砲とともに大量の火薬が保管されており、偶然にも火矢が当たって引火、とてつもない大爆発を起こしたんです。こうして戦国堀城はあっけなく落ち、周辺の城も戦意喪失してみんな逃げ出してしまったそうです。木造建築が多い当時、火矢の効果は抜群でした。もちろん敵に与える心理効果も相当なものですが、一方でデメリットもあります。三好三人衆と松永久秀が合戦に及んだ東大寺の戦いにおいて、松永方は盛大に火矢を放って大勝利を収めました。しかし大仏殿に火が移ってしまい、大仏が燃えてしまうという事件が起こってしまいます。この一件以降、久秀は後世に至るまで大悪人というレッテルを貼られてしまったんです。和弓が非常に優れていた点、それは構造もさることながら材質にまでこだわったところでしょう。丹念な材料選びから長い時間をかけた下準備、そして職人による長年の経験こそが和弓の発展をもたらしたんです。しかし、弓は袋に立場さやという言葉があるように、平和な江戸時代が到来するとともに弓の進化は終わりを迎えました。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。